トゲの毛のキックとカンクルリリックツライムヘリックツライム。もう俺たちはもうゴンフィンガーですよ、やったーみたいな。あ、そう、アルバム買ったからね、ノリノリで車の中で聴いてたから完全に拾ってたわ。自分の声の重みを知れ、もう一度ジェームス・ブラウンから聴け。 Ladies and gentlemen, there are seven acknowledged wonders of the world. You are about to witness the eighth. Standing in the spotlight on showcase. Ladies and gentlemen, there are seven acknowledged wonders of the worldYou are about to witness the eighth. Standing in the spotlight on showcase. 振り抜けばヤツらのラブソング、進んでけばマッサーの約束、後へ手を焦がす涙つね、今はほら旅立つね。憧れ趣味のあんなイミテーション、イミテーションよく見た作り物、あれはイミテーション、正真正銘イミテーション、追いたくないコミュニケーション、受け取る価値のインビテーション。もう最悪だったね、その時は。もう最悪だったね、なんかあんまり思い出したくないね。公開処刑タイトルが悪かった、あれは例えば弟たちへの手紙みたいなタイトルでもうちょっとそのリリックの書き方も変えてやってたら、もっとちゃんとうまく伝わったんじゃないかなと俺は思うから、ちょっと反省もしてるわ。